厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料医療分について、高所得者が納める年間上限額を来年度から2万円引き上げ、89万円とする方針を固めた。据え置きとなる介護保険料を含めた新たな上限額は104万円から106万円になる。厚労省が近く社会保障審議会の医療保険部会で示す。国保保険料は、基礎額と後期高齢者医療制度への支援金を合わせた医療分と、40、64歳の加入者が一緒に払う介護保険料で構成されている。上限額の引き上げは、高齢化で膨張する医療費への対応で、高所得者の負担を増やすことで中所得層の保険料の伸びを抑える狙いがある。単身世帯で年収約1160万円全国平均の人であれば、保険料が年間上限の89万円に達する。推計で 1.35% の世帯が該当する見込みだ。社会保険料、相変わらず上げまくりだな。あれ？介護保険込みで104万に上がったばかりだったような。1年の期間限定で4万もらえても毎年2万取られてたら意味ねえくさ。2年目でトントン。以降は単なる負担増なんやなう。関係あるの高収入だけでしょ。一律2万円アップするために上限を2万円アップ。でも驚かないぞ。上限が上がるだけだから、影響あるのは金持ちだけだぞ。これ影響あるレベルの高収入のやつにとっては誤差レベルやろ。多くの自治体では保険料ではなく、国民健康保険税で税金。医療費増加なら高額医療使ったやつは自動的に上がるようにしたらいいんじゃね。1万減税2万搾取。出費を抑えろ。上限いらんだろ。稼いでるやつからはもっと取れ。自営で利益出してたら上限98万の健康保険料とか冗談じゃねえよねくさ。余裕があっても年間そこまで持ってかれるとね。自身が病気して療養するときにありがたみわかるんだろうか。自分自身も健康で20年ほど病院行ったことないけど保険料は取られてる。自営業は基本的に健康な人がやる仕事だからなう。60代や70代でもピンピンしてる人多い。あ、上限。俺みたいな安月給は関係ないですわ。保険料年89万円ということは、月に 7.4 万円以上医療費使わないと損ってことじゃん。絶対使い切れねえわ。健康保険で得しとるやつなんて少数派だろ。ただになるわけじゃないんだから普通はちょっとしたことでわざわざ病院なんていかん。ほんの少し前まで上限60万くらいだったがあっという間に106万。ほんまめちゃくちゃやで。たった2万ぐらい安いもんだろ。文句言わずに払えよ。89万じゃん。あれ、たった1年住民税所得税減税したのに永続的に増税しやがったよ。4万は1年減税だけど2万は始まりなう。癌になったら泣いて感謝するようになる。おとなしく払っとけ。国保だけはな、これ軽く考えてポイ捨てしたら地獄になるのは確定だしな。本当にあげることだけはすぐ決めるな。会社辞めてビビったくさ。1ヶ月分の国保請求来たが、7万4000円。さすがにありえんだろ。何のために働いているかわからなくなってくる。国保はみんなそんなもんやで。ほんの少し稼いだらあっという間に上限100万コース。上限に達してるやつってどのぐらいいるのさ。上限ならいいや。年額1万2800円だったわ。医者いかんと損やね。薬もらいこっと。賃金のトリクルダウンはなかったが社会保険料値上げのトリクルダウンはクソくさ。今月の給料から健康保険1500、厚生年金3000徴収されてました。まあ頑張れよ高級という。医療費高すぎないか？もっと効率的にやってくれ。コスト意識なさすぎる。高所得者年収800万以上か限定の話だろ。むしろ高所得者からどんどん取るべき。経済といった矢先これよ。厚生年金の等級上限もっともっと上げてくれ。自分で貯金できないタイプなんで強制転引きだと助かる。高収入低所得だからセーフ。いい加減医療費の個人負担割合を上げる議論すればいいのにな。特に高齢者の割合。保険料は税金じゃないからな。やりたい放題だ。医療費を下げる努力はせんのか。払うのがアホらしくなるな。1年健康保険使わなかった人には払い戻しとかあってもいいんじゃないのか。うちは関係ないけどギリギリ引っかかって子供が3人以上と書いたらきついと思うわ。上限なら許す。なんならケチくさいから2万と言わず、200万ぐらい上げとけ。自営業者終わったなう。インボイスで50万店舗だってもともと 100% 負担でしょ。普通に70万とか払ってる。2万年金30万住民税も50万所得税80万消費税40万700万課税で350万ぐらいか。自営業はご公ご民う。フリーランスの時代は終わったな。終わったら企業が困るから終わらないはず。有給どころか社保も休憩時間もいらない個人事業主なんて企業からすれば最高に割がいい。いや富裕層は払えよ。いやいや金持ちより貧乏人に打撃だろ。重い病気なんていつかかるかわからんし。年金に続け国保も増税か。国民保険を返納するわ。社会保険料という名の税金だから抜けられませんね。こうなってくると若い人はほんとアメリカみたいな自己責任のがましかもなくさ。医療単価高騰と過剰な治療が増えすぎなんよ。特に歯医者とかな。ジジババのせいにされてるけど医療費高騰はそれだけじゃない。なんだ方針を固めただよ。毎年気軽に値上げしてるけど、中所得者が割を食うんだよね。増税なんだからもっとちゃんと議論しろよ。社会保険料上げるなら万人が上がるから不平等じゃないしな。現役世代が貧乏くじ引くだけやなくさ。これからは上がる一方だし。毎年上がってね。怖いのは加減もそのうち上がりそうってことくさ。やっぱりしっかり増税しててくさ。これは仕方ないぞ。金属代がめっちゃ上がってるからな。病院に行くとあんだけ薬をいっぱいもらって数百円だもんな。所得を少なくすれば払う額は減るぞ。あれれ？検討は？上げるときは即実行だね。国保だけ気軽に値上げするから、国保には極力入りたくない、ということになって、ますます収支が悪化する悪循環。まあ老人が増え続けてるんだから、これ以外に方法などないからな。簡単に便乗値上げができるところはいいよね。もっとも税金なのに上限があるのがおかしいんだけど不公平でしかない。サラリーマンとかは半分を会社から出してもらえるのもさらにおかしい不公平。年金、国保などは、税金負担から切り離してはどうだろうか。必要な額だけ金を吸っていい。みんな安心して加入する。税に変えてる維新強化したら？確かに年金も含めて一般会計にした方が効率化できそうだ。お前ら舐められすぎだろくさ。減税した意味ねえじゃん。減税した分を取り上げられた上に、もっと絞られるのかよ。閣議決定のみの保険料は上げ放題。点数下げろよ。2万ぐらい良いだろケチくさいな。クソ高い保険料、せめて負担は公平にすべきだな。利権組合に入ると保険料が安いとかはそろそろ終わりにすべき。106万って笑える。所得が1000万ちょっとでどんだけ持ってくんだよ。文句ばかりではなく選挙行けよ。全員行ってから文句言え。もうこれ半分税金だろ。平均1160万で上限なんか。大阪そんな見なくても上限言ってたような。憲法と国保も統合した方がいい。たかだか1000万で上限いくのは天井低すぎ。累進強化しろ。年収4000万以上いくと税金ではイージーモードになるらしいわ。やっぱナマポがナンバーワンやねくさ。2万は少ないだろ。2倍でもいいぜ。やってみろよ。絶対保険料値上げすると思ったわくさ。ワンパターンもいいとこだな。こんな物価高やのに上げてどうするんだバカ。高額所得者には悪いが上限は撤廃して、貧困層に優しいようにするしかない。10年間すりまくってる諭吉はどこに行ってんだ？庶民の財布に入ってこないんだが。国民皆保険も年金制度も廃止した方がいい。世代間の支え合い、助け合いはすでに破綻している。老人に負けずに病院行きまくるは早期発見にもつながるし。現状そうするしかない。現役世代がガンガン先端医療受けて元を取るしかない。あくまで上限だから上げなくてもよい。これは朗報、どんどんやるべき。年収400万から500万あたりが一番の安全圏。医療費がかかるのは悪いことじゃない。そのお金は全額国内の医療機関に落ちて、若い人の給料になるから。海外で使われる可能性のある賃上げより、よほど日本経済のためになるんだよ。良い加減財産で判断しろよ。5000万以上の預金あるやつは最高等級。それでファイアとか言ってるやつから取れる。自己負担を6割にしろよ。これって住んでる自治体によって上限の収入違うんだっけ？昔自営やってた頃年収500万ぐらいで上限の保険料を請求されてた記憶あるけど、名称を社会保険税にしないとみんな負担の重さに気づかない。所得税減税とか何の意味もなくて笑える。起用して稼いだら罰金ってこと？今を生きるために水道水飲むのにすら罰金化されてるんだから。合ってるよね。起用した人と老人が金持ちだと罰金上限2万円がつね。きっと範囲はすぐ広がるね。来年、土地を売るから上限マックスになるな。明日は今日より良くなるんでしたっけ？これって、増税と何が違うの？同じだよ。増税だよ。国民健康保険料税でしょ？自治体によって名前違うとも聞いたことあるけど違う地域なの？ほら下がる以上に増税するぜこれ。お金持ちほど健康に気を使ってて、国保を使うことが少なそう。さすがにやることエグすぎて引くわ。医療費を値下げすればよい。盛りすぎ。生体や漢方への保険適用やめろ。介護保険料を納めても将来介護受けられるかわかんねえのにな。健康で病院なんかほぼ行かない若者は怒ってもええんやで。上限撤廃すれば金持ちから取れるよ。社会保険料とか年金とか別々に取るんじゃなくて全部税金で徴収すればええねん。億稼いでるような人からたった100万しか取ってないことに矛盾があるんやと思うわ。こんなに国民負担率が高いと消費に回る金なんかなくなるわ。小さい個人事業主でよかった。細々やって年収なんて調整するに限るわ。にしてもインボイスといい個人事業主狙われてるな。国保の上限はこれでも低いよ。会社の健保は最高年間220万円くらいまで上がるからな。半分会社が払ってるから自己負担は110万円。国保は上限89万円。国保の上限はもっと上げないと不公平。社保は年収1000万でも本人負担60万くらいだぞ。国保は年収700万くらいで限度額の80万くらいになってしまう。実質120万では会社負担という言葉に騙されてる。国保の限度額になる人は所得1000万くらいだけど、ここに書き込んでる奴らは、ほとんど関係ないだろ。よかったな、お前ら。全く関係なくて。保険料は前年の所得によって計算されるので、前の社会保険を任意継続しないと、痛い目に遭うから注意。高額療養費制度の見直しが必要。同1年度内の給付は2ヶ月を上限として3ヶ月以降分は貸与として相続時に清算する。明らかに手取り減ってるよな。これとインボイスで自営業潰しか、徴税管理のできる企業勤めしか許さない気だな。しかもその徴税業務は企業に押し付けという、インボイスの目的は、免税事業者を合法的に潰すための制度だよ。事務作業量が膨大に増えるので、取引させないようにしているのが実情だろ。問題なのは国庫払うより加入してない方が安上がりだ、という富裕層が出てきてしまうことだ。高齢者に高額な治療の制限つけろよ。それと病院の待ちの順番も現役優先にしてほしい。暇な高齢者のせいでろくに病院行けないんだが。国保って自治体によって計算方法が違うから一概に言えないけど、今年度から毎月7円マンオーバーで驚いたよ。3ヶ月に一度血圧の薬もらう程度だからむちゃくちゃ大赤字。まあ高収入の連中はそれ以上にも受けてるだろうに。配当分配金でウハウハよ。雇用保険料4188、健康保険料32300、介護保険料6392、厚生年金保険料59475、所得税44940、住民税39500、持っていかれすぎなんだが。健康保険と厚生年金にめっちゃ、持ってかれてくさくさ。雇用保険ってそんなにいくんか。2000円くらいまでしかいかんと思ってた。今日給料日だから明細書いてみたわ。国庫は地域次第で負担に使えるの不公平だからやめてくれ。働いたら負け。国民保険は日本に住んでたら誰でも入れるからな。正直もっと上げないと持たないよ。増税じゃないからセーフ。本来なら来年から106万か。組合入って35万くらいに抑えられてるのは助かる。建設関係かな。所得税は青天井だけど、国保は上限があるから良心的って金持ちが言ってたな。専業主婦はこれも払ってないの？俺らが老人になってる頃は保険料すごいことになってるからお楽しみに。アメリカみたいに保険入ってないと、めまいで検査一泊入院して1000万請求される国にはなりたくない。もう保険抜けたい。医者にかかるときは全額負担するから、無駄でしかない。手術や入院するときクソ後悔するぞ。それは自分が今は健康だから言えること。若いときだけだよ。保険が無駄金になるのが一番幸せなんやぞ。健康第一や。払わないと10万円の罰金。これって1000万以上の所得の人は罰則の方が得じゃんよ。これは富裕層への増税だな。円安なんだから上げて当たり前だよな。たった 1% しか該当しない層にたかが2万増やしてどうにもならんだろ。その層は2万なんて鼻かむかみくらいの感覚なんだからもっともっと増やさんと意味ないだろ。上限の意味ちゃんとわかったら、むしろ上からもっと巻き上げろって言いそう。何？上限が上がるだけか？なら低収入のわしには関係ないんか？そうだよ、高所得の人にしか関係ないよ。誰だよ医者に行きまくってるやつ。保険は税金じゃねえぞ。嫌なら入らない選択肢もある。国庫は税金です。追徴かけられるように税金扱いに変えました。僕国庫月1200円で進級整骨院行きまくり。お金持ちさんありがとう。上限が上がるだけだから、住民税非課税世帯はもちろん所得額が700万円くらいまでなら影響ないぞ。自治体ごとに違いない。日本の少子高齢化 vs 日本の経済。ブレイキングスターター。働き者ほど損をする世の中は悲しいやね。こんなニュースばかりだよな。年に2回の歯科検診のために保険料70万も払ってる現状がバカバカしくてしょうがない。確定申告で年収が下がったのに上がっとるが、ただでさえ保険料高いのに。お金とかポイント好きだから、病気して元取ろうって考えの人もいるのさ。健康祝い支払うべき。1回行くと3000円で、7000円の得。保険料は24万払ってるから、病院には週1で行って元取らんとね。元取るも何も、高額医療で還元受けるような状況なら通わないと病状により生活できないだろ。国保の人は分かってない。国保がどれだけ安いのかを、健保と比べてみたらいい。上限も安いし同じ年収でも国保のが安い。毎年無限に上げ続けるつもりかよ。その前に、106万円や130万円の壁を壊すために補助金が始まるよね。どんどん、社会保険を払えって。年金の話題はよく出るがきついのは国庫なんだよな。でも健康な人には還元してほしい。ここ10年くらい全く使わないんだから、上限なんてもっと取れよ。100万でも少ないだろ。世帯3000万だからまだまだお得やで。少子高齢化でさらに社会保険料の支払いは倍になっていく速度が上がる。まず必要のない治療や薬を山のように出すのを止めさせろよ。これはもっと早くやるべきだったと思う。今年も60万払ってるよ。もう法人にしようかな。法人化したら年7万円やでよ。10年前の 1.5 倍くらいになってるし、あと10年上がり続けたら20年で倍になるよ。全国均一にしろよ。安い地域の倍近く払ってるぞ。未だに資産割のある市町村もあるよな。無職だけど7年連続満額払ってるから困る。月収140万以下は関係ない話ではあるが、あと2万円でトントンか。使わない人の負担をなぜ増やすんだよ。そこじゃない。医療費下げればいいじゃん。円安そんなに影響ないだろやれ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。